皆さん、こんにちは。司法試験、刑法から始まる司法試験入門講座というガイダンスを始めていきます。お話しいたしますのは、東京リーガルマインド専任講師、竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。ちょっと画面を共有いたしますね。刑法から始まる司法試験入門講座ということで、2020年9月11日ですね、司法試験の刑法の入門講座が開講いたします。で、レックの司法試験入門講座は民法から始まります。民法はすべての法律の基礎です。でも、憲法も民法も終わってしまったんですね。なので、今からだと、もう入門講座間に合わないな、来年にしようとしている方、これ朗報ですよ。刑法からスタートすることは可能なんですね。なぜかというと、刑法は民法や憲法と考え方が違うし、民法、憲法を知っているものとして話が進むわけではないです。ですので、刑法から進められる。もしね、このタイミングでちょっと司法試験興味があるな、あるいは総合職興味があるなって方は、刑法から始めるの。これ得策になります。で、刑法から始めるメリットです。刑法は犯罪と処罰に関する法律なんですね。例を挙げると、殺人罪とか、窃盗罪とか、詐欺罪とか、そういった法律が出てきます。で、これ、刑事ドラマとか推理小説的にはすごい楽しい科目のようです。私はですね、別に推理小説そこまで好きじゃないんですけども、まあ、刑事ドラマとか好きな方ね、推理小説とか好きな方に聞くと、刑法が一番楽しいんだ、そう言っております。あと、特殊な論理、刑法って結構特殊な科目なので、早めに慣れておいた方が有利です。またですね、司法試験は担当論文、口述とあるんですが、論文の試験、これがメインなんですね。で、論文の答案で一番最初に答案が書けるのは刑法だと言われております。刑法から始めるメリットはたくさんあります。少しだけ刑法の働きを見ておきましょう。例、A や B を殺すつもりでナイフで刺し、失血したさ。まあ、物騒ですけど、刑法ってこういうね、例がいっぱい出てくるんですね。A の罪責はというと、これは殺人罪で、それほど難しくはありません。問題は例2のような事例です。V1 条は、V ってビクティムの略なので、被害者ということで、刑法の論文とかではよく出てきます。V1 条は、V2 を分娩している最中であったが、V2 の体が一部出たとき、要するに赤ちゃんが母体から一部出たときに、甲は V2 を殺そうとしてナイフで刺した。しかし V2 は幸いにも一命を取り留めた。こういう事例ですね。これ何罪でしょう？いや、人を殺そうとしてるんだから殺人罪と思いますよね、普通。ただ刑法はいろいろ考えなきゃいけないんです。何が問題か。で、刑法ではね、体内にいる、母体の体内にいる胎児を殺すのは堕胎罪なんですね。出生後の人を殺すのは殺人罪。じゃあこのね、出生の境目みたいな場合はどっちなのかという話です。で、人の生命をできるだけ保護するため、刑法の世界では、一部でも母体から露出すれば人と扱われます。ですので、先ほどの事例は、甲に殺人未遂罪、人を殺そうとして、まあ幸いにも一命を取り留めたので、殺人未遂罪が成立します。刑法は人を処罰する法律であるため厳格な解釈が要求されます。しかし厳格すぎると処罰すべき人を処罰できないという事態になってしまいます。これ難しいんですね。たださっきの人もね、もうお母さんのお腹の中から出てきたね、V2を殺そうとするなんてすごい悪いやつですよね。でも一方で人を処罰するってこのかなりね、すごいことなんですよ。だって人を刑務所に入れたり、場合によっては死刑にしたりする。だから厳格な解釈が要求される。そのバランスをとって、しかも法律なんで論理立てて法を解釈しなければならない。なかなかね、刑法難しい科目です。で、ここでレック竹山入門講座の強みです。私の講座では最初からゴールを見据えて講義します。司法試験や総合職の刑法の担当論文問題を解ける力を最初から養成していきます。でまた、通学講座であっても、ウェブまたは DVD のフォロー講義がついているので、欠席した場合はね、緊急事態宣言が再び出た場合でも安心して受講できます。で、刑法はスケジュール通り、今まで終わった民法や憲法はウェブとか
DVD フォローで並行学習ができます。でここで一つ注意、刑法から始める方、必ず民法を並行学習してください。民法がわからないと、刑法の次にやるね、商法や民事訴訟法という科目がわからなくなります。民法を基礎として商法や民事訴訟法は動いてますので、刑法と同時に民法をやるようにしてください。でさらに勉強を深めたい方は、竹山入門講座添削オプションというものがあります。毎週金曜日ね、講義後に論文の問題解説、これあります。これはオプションなんで追加料金必要ですけど、受講生は論文を書いてきて、しかもね、私自らの添削を受けられます。めちゃくちゃハードなんですけど、本当の力つきますので、ぜひ、受けてみてください。刑法開講日です。第1回は2020年9月11日金曜日19時から、生講義はレック池袋本校で。第2回は、2020年9月14日、これ月曜日の間違いですね。月曜日の19時から、レック池袋本校で。これ無料体験可能です。あと、レック池袋本校に来校できないから、地方の方や外出を避けたい方も個別相談に乗りますので、ぜひですね、レック池袋本校に連絡してみてください。それでは、刑法から始める司法試験入門講座ガイダンス、これにて終了いたします。お疲れ様でした。